こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は韓国ドラマテワンセジョンの第71話から第80話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。韓国ドラマテワンセジョン第71話のあらすじは以下の通りです。第71話、北方征伐の前夜。第71話は歴史ドラマファンにとって見逃せない展開が続きます。物語は北方征伐を控えた緊迫した状況の中でセジョンのリーダーシップとその決断が試される場面を書いています。チョマルセンを流刑から呼び寄せ北方征伐の準備を進めるセジョンの姿は王としての責任と覚悟を感じさせます。セジョンがついにマルセンを動員し北方征伐の準備が本格化しますが、その因には深刻な問題も潜んでいます。まずセジャの死でありセジョンの側近でもあるシンジャンが過労で命を落とすという悲劇が起きます。この出来事はセジャにとって大きなショックであり、セジョンに対して北方征伐の即中断を訴えるきっかけとなります。しかしセジョンはその意思を曲げることはなく征伐を続ける決断を下します。この部分では王としての責任感と時には冷徹に見える決断がどうしても感情とぶつかり合う複雑さを感じさせます。そしてセジョンが体調を崩し療養に入るという展開も見逃せません。王が都を離れる暇に敵が攻撃を仕掛けようとするものの、これは実はセジョンが仕掛けた敵を欺くための策略だったのです。この巧妙な戦術に歴史ドラマファンならずとも驚きと興奮を覚えることでしょう。王の体調不良を隠れ蓑にして実は北方民族を罠にかけるという手腕はまさにセジョンの戦略家としての一面を象徴するものです。そしてついに始まる北方征伐。セジョンは戦地に赴き兵士たちを激励し、新兵器として火薬を使った新しい兵器を投入します。これまでの戦争では見られなかった新しい技術が戦局を大きく変える可能性があり、セジョンの進取の精神が光る瞬間です。新兵器の登場はただの戦術の進化にとどまらず、セジョンがいかにして国家を強化しようとしたか、その意気込みが伝わってきます。北方征伐の前夜に描かれるこうした緊迫感はまさにこのドラマの魅力の一つです。戦争と国家の運命を背負うセジョンの姿、そしてその背後で動く複雑な人間関係が物語を一層引き締めています。シンジャンの死、セジャの心情、そしてセジョンの覚悟と策略が交錯するこのエピソードは歴史的背景を深く理解するためにも見逃せません。今後セジョンがどのように北方征伐を乗り越え、どんな戦略を駆使して国を守っていくのか、ますます目が離せません。歴史ドラマの醍醐味である戦略と人間ドラマが見事に絡み合い、次回が待ちきれません。韓国ドラマテワンセジョン第72話のあらすじは以下の通りです。第72話、咸陽の井戸。第72話では韓国ドラマの歴史的な魅力が存分に発揮され、戦の勝利と新たな技術の発展、そしてそれらを支える人物たちの活躍が書かれています。特に注目すべきは女真族との戦闘における朝鮮の圧勝と、それに続く新兵器や技術の発展です。物語が進む中でセジョンの国家を守るための戦略とその実行力が鮮明に書かれます。まず女真族の兵站基地に対する戦闘では、朝鮮軍が新兵器を駆使して見事に勝利を収めます。この戦いはセジョンの統治における新技術の導入が戦局にどれほど大きな影響を与えたかを示す重要なシーンです。新兵器の投入は単なる物理的な力の向上にとどまらず、セジョンの改革精神が形になった瞬間でもありました。これまで何度も新兵器や戦術を取り入れ戦いに臨んできたセジョンですが、今回はその成果が如実に現れました。次にセジョンがチェマルリを民に派遣して
朝鮮の女真族攻撃に対する正式な了承を得ようとするシーンも非常に興味深いです。この外交的な動きはセジョンがタダセンに勝つだけでなく国家の立場を確立するためにどれだけの手間を惜しまないかを示しています。彼の冷徹でありながらも計算された政治的な手腕が物語をさらに引き締めます。馬順間の戦いにおいても朝鮮軍の勝利が書かれ戦況がどんどん有利に進展します。新兵器と戦術の優位性が勝利を導いたのですがそれを支えるのはセジョンの指導力と部下たちの献身的な努力です。この戦いの後セジョンはさらなる技術革新に向けて動き出します。チャン・ヨンシルを中心とした科学者たちの努力によってカンウィデを完成させ首都ハンソンの北極地の実測に成功する場面では国家としての技術的な成長を実感できます。この実測は今後の国土開発や戦略においても非常に重要な意味を持ってくることでしょう。さらにセジョンは自国の技術を守るために民からの干渉を防ぐ目的で秘密諜報組織であるムウィウンを結成します。武衛軍の登場は単なる兵力だけでなく情報戦やスパイ活動の重要性をも強調しておりこれからの展開においてセジョンの戦術的な柔軟さと新防遠慮がどれほど物語を引き立てるかが見ものです。テワンセジョン第72話は戦と政治、技術革新が見事に絡み合い物語がますますスリリングになっていきます。セジョンの冷徹な決断力そしてそれを支える技術者たちの献身が国家を発展させていく様子に胸が熱くなります。次回以降セジョンがどのように国家を守り発展させていくのかますます目が離せません。韓国ドラマテワンセジョン第73話のあらすじは以下の通りです。第73話国家機密を守れ。第73話は朝鮮の技術力と国防のために命がけで戦う人々の姿が書かれ物語がさらに緊迫感を増しています。明の皇帝の意向でファンチャンが幼い皇太子の死に指名され彼の存在が新たな波乱を巻き起こします。この出来事をきっかけに朝鮮の新兵器技術をめぐる陰謀が絡み合い緊迫した局面が続きます。まずファンチャンの登場が物語にどれだけの影響を与えるかが注目されています。明の皇帝が彼を皇太子の死に指名することでファンチャンの重要性が一層増し明と朝鮮との間に微妙な緊張が生まれます。特にワンジンとの対立が物語に深みを与えています。ワンジンはファンチャンが朝鮮の新兵器に関わっていることを知り彼を排除するために命を狙うなど暗躍します。彼の動きが国家の機密を守ろうとするセジョンや朝鮮政府にとって大きな障害となるのです。一方セジョンは新兵器の技術を守るため王子たちにその技術を暗記させ記録をすべて破棄するよう命じます。セジョンの冷徹な決断力とその国を守るための必死の姿勢はまさに王としての器量を感じさせます。しかしそんなセジョンの努力にもかかわらず事態は思わぬ方向に進みます。チェマルリがファンチャンの還元に乗り技術の記録を渡してしまうのです。この裏切りは物語を一層深刻な方向へと導きます。彼女が何を考え何に悩みそしてなぜそのような決断を下したのかを考えると非常に複雑な心情がうかがえます。彼女の選択が朝鮮の未来にどれほどの影響を与えるのか次回以降がますます楽しみです。またファンチャンが新たな役割を果たす中で朝鮮の軍事技術がどれほど重要な鍵となるかが浮き彫りになります。セジョンが命じた技術の隠蔽はまさに国家の未来をかけた試みであり彼の決断は決して軽いものではありません。それと同時に技術をめぐる争奪戦が繰り広げられる中国家の秘密を守るためにはどれだけの犠牲を払わなければならないのかが問われています。テワンセジョン第73話では登場人物たちの葛藤が描かれるとともに国家の運命をかけた戦いが激しさを増しています。
世宗の信念とその背後にいる人々の覚悟がますます物語に深みを加えていきます。技術を守り国を守るために命を懸ける人々の姿に胸が熱くなると同時に、今後どのような展開が待ち受けているのかますます目が離せません。韓国ドラマテワンセジョン第74話のあらすじは以下の通りです。第74話志を立てた場所。第74話は歴史ドラマファンにとって心が揺さぶられる展開が続きます。この回ではチェマルリの裏切りが深刻な局面を迎え、セジョンの冷徹な決断が下されます。チェマルリが民の直使に渡そうとした10筒登録が内容が白紙であったことが発覚し、セジョンは彼女に対して厳しい処罰を与えます。この一件が物語における忠誠心と信念を問う重要なテーマとなり、ドラマは一気に緊迫感を増します。セジョンの決断はただ単にチェマルリを罰するだけにとどまりません。彼は宗権間の実質的なトップである副妃下学にチョン・インジを任命し、チェマルリには庶務司の職を解くという厳しい人事を行います。これによりセジョンの求心力がさらに強化される一方で、忠誠を誓うべき人々の間で信念の違いが顕著に現れます。このような冷徹な指導者としての姿勢は、セジョンが国家のために何を優先し、どんな犠牲を払うべきかを常に念頭に置いていることを示しています。また、セジャの姿が注目されます。セジャは平和を望み、セジョンの厳しい政策に反発します。幼少期のセジョンを思い起こさせるように彼は新聞号を叩き、新兵器の開発を諦め、内地に力を入れるべきだと訴えます。セジャのこの姿勢は彼がどれほど父王の方針に疑問を感じ、国家運営に対する異なる視点を持っているかを物語っています。セジャとセジョンの意見が対立することで、物語は一層ドラマチックになり、父と子の葛藤が深まっていくのです。このエピソードで特に注目すべきなのは、セジョンが町を視察する場面です。密かに町に出ることになったセジョンが思いがけない事件に巻き込まれる展開が、ドラマを一層引き締めています。普段は宮殿にこもりがちな王が、民の姿を直接見て、さらに深くその支配を理解しようとする姿勢が書かれています。しかし、その道の先には予期せぬ困難が待ち受けており、セジョンがどのようにそれに立ち向かっていくのかが今後の大きな見どころとなります。テワンセジョン第74話は政治と家族、忠誠と反発が交錯する中で、セジョンという人物がどれほど厳しい選択を余儀なくされているのかを強く感じさせます。彼の指導力、そしてその背後で繰り広げられる人間ドラマがますますドラマを深く、そして壮大にしていきます。次回以降の展開にますます期待が膨らむばかりです。韓国ドラマテワンセジョン第75話のあらすじは以下の通りです。第75話新たなる決意。第75話ではセジョンの新たなる決意が書かれ、歴史ドラマファンとしては大きな感動を覚える展開が続きます。このエピソードではセジョンが自身の王としての責務を再認識し、その重責に対する覚悟を新たに決める姿が鮮烈に映し出されます。まずセジョンが密かに町を視察する場面が印象的です。お忍びで町に出たセジョンがノビチョンドゥンに刃を突きつけられるという衝撃的なシーンから物語がスタートします。チョンドゥンは主人殺しの罪を着せられ、無実を証明する手段もなく苦しんでいました。字が読めないために無実の罪を着せられたというチョンドゥンの悲劇的な境遇がセジョンの胸を打ちます。彼が無実であることを証明しようと奔走する姿は、セジョンの優れた人間性と民の命を守ろうという強い意志を示しており、四天王としての権力だけでなく庶民の苦しみにも目を向けていることを強く印象付けます。この一件でセジョンが心に誓ったのは、民のために文字を創設し、誰もが読める文字を作り上げることです。実際に当時の朝鮮では、文字を読むことができる者は一握りで、多くの民は文盲であり、そのために多くの不正が横行していました。
チョンドゥンの事件もその一例で、字が読めないために無実が証明できず困窮していたのです。セジョンはそのことに心を痛め、このような社会的な不平等を解消するために文字創設に取り組む決意を新たにします。このシーンは彼がただの王ではなく、民のために尽力しようとする真摯な姿勢を書いており、ドラマにおける彼の人間的な魅力を改めて感じさせます。またこのエピソードでは、民で9歳の新皇帝が誕生するという大きな政治的動きも書かれています。新皇帝の誕生は朝鮮にとっても重要な意味を持ち、セジョンはその動きにも注目していることでしょう。しかしそれよりも民のために動こうとするセジョンの姿勢が前面に出ており、王としての役割だけでなく民の生活を根元から改善しようとする決意が鮮明に伝わります。セジョンの新たなる決意は物語をさらに深いものにし、次回以降の展開に向けて大きな期待を抱かせます。文字創設に向けた取り組みがどのように展開していくのか、そしてセジョンがどのようにして民の生活を改善していくのか、今後のドラマの進行に注目が集まります。韓国ドラマテワンセジョン第76話のあらすじは以下の通りです。第76話政治とは、第76話ではセジョンの強い意志と政治の本質に対する深い理解が書かれ、歴史ドラマファンとしてはその熱い展開に心を奪われます。このエピソードではセジョンが進める文字創生の大事業とそれに対する反発、そしてそれを乗り越えていく過程が書かれています。前回までセジョンは自らの決意で文字創生を進め、民衆が読み書きできる社会を作り出すために奔走していました。これを受け、今回はセジョンが音印書を印刷しチョルヒョンジョンに配布するところから始まります。この行動はセジョンがどれだけ自国の民を思い教育の普及を考えているのかが伝わってきます。音印書を通じて言葉を正しく理解するための基盤を整え、より多くの人々が学ぶことができる社会を目指すその熱意にドラマファンとして心が震えます。しかしセジョンの計画には当然反発もあります。チェ・マルリは法典の翻訳を民に配ることに猛反対します。法を悪用する者が出てしまうのではないかと心配するチェ・マルリの意見は理解できるものであり、現実的な視点を持っています。またファンヒは文字創生が進めば重臣たちの支援を得ることが難しくなると警告しますが、セジョンはその意見にも耳を貸しません。彼の決意は揺らぐことなく、まさに民のための政治を実現しようとしています。セジョンが見据えているのは政治の本質です。セジョンの考えに共感したファンヒは、政治とは弱者を保護するためのものであり、セジョンと同じ夢を持ってこの改革を支えると決意します。ファンヒの指示を受けてセジョンはさらに確信を持ち、セジャに政務を任せて文字創生に本格的に取り組み始めます。この場面はセジョンのリーダーとしての成長を象徴しており、彼の意志がますます強固になっていく様子が書かれています。セジョンの文字創生の取り組みは単なる社会改革にとどまらず、民衆の生活を根元から変える力を持っています。多くの民が文盲であった当時、文字を知ることができるというだけで生活が劇的に変わることをセジョンは理解していたのでしょう。セジョンの熱意と彼を支える仲間たちの姿がますますドラマを盛り上げます。これからの物語はセジョンがどのようにして文字創生を実現させ、社会に変革をもたらしていくのかが大きな焦点となります。その過程でセジョンがどのように重臣たちやセジャとの関係を築いていくのか、またその改革がどれほどの影響を与えるのか、ますます目が離せません。このエピソードを通じてセジョンがただの王ではなく、民衆の未来を考える真のリーダーであることが再認識され、次回以降の展開に期待が膨らみます。韓国ドラマテワンセジョン第77話のあらすじは以下の通りです。第77話セジャの四補正。第77話ではセジョンの政治的手腕と彼が直面する内外の圧力が鮮やかに書かれ、
歴史ドラマファンとしてその展開に引き込まれます。このエピソードではセジョンが進める文字創生とセジャをめぐる深刻な政治的対立が書かれています。前話までセジョンは文字創生という重大な改革を進める一方で、周囲の重臣やセジャとの調整に苦しみながらもその意思を貫こうとしていました。文字創生の計画は民衆の未来を切り開くための重要なステップであり、セジョンはその実現に向けて全力を尽くしてきました。そして今回のエピソードではセジョンの信頼を背負う重要人物シン・スクチュがチョルヒョンジョンに登用されるという出来事が起こります。スクチュは語学に堪能な人物であり、セジョンが文字創生を本格的に進めるために彼を重用することが予感されます。この登用はセジョンの意図がいよいよ明確になった瞬間として歴史ドラマファンとして胸が高鳴ります。一方でチェマルリはセジョンが文字創生を進めていることを察し、これを阻止しようと画策します。マルリはセジョンの意図を阻むために自らの手段を駆使して行動を起こします。さらにセジャビは過去の過ちをセジョンに告白し範囲を申し出るという動きに出ます。この告白がセジャをめぐる争いに新たな火種を投げ込みます。政治的な陰謀と人間ドラマが交錯する中、セジョンはどう対処していくのでしょうか。また注目すべきは問題の女官がチェマルリの家に駆け込んだことです。ここにマルリの計略が見え隠れし、証拠を切り札にしてセジョンの改革を止めるために動きます。しかしこの時点でセジャは予想外の行動を取ります。セジャはマルリとの取引を拒絶し、国政の代行を行う決断を下します。この選択はセジャの成長と政治的な覚悟を象徴しており、これからの展開がますます気になるところです。セジョンとセジャの間には政治的な信念と個人的な絆が複雑に絡み合い、マルリの策略を超えていこうとする姿が書かれています。セジョンの文字創生をめぐる戦いは単なる政策の実現にとどまらず、彼のリーダーシップを問われる場面でもあります。セジャはその重責をしっかりと引き受け、父の意志を継ぐ覚悟を見せます。このエピソードはセジョンとセジャの成長とチェマルリの陰謀が交錯する点で非常に見応えがあります。次回以降、セジョンがどのように文字創生を成し遂げ、またセジャがどのように政治的な役割を果たしていくのか、さらなるドラマが展開されることに期待が高まります。歴史の中での彼らの足跡がどのように未来に影響を与えるのか、ますます目が離せません。韓国ドラマテワンセジョン第78話のあらすじは以下の通りです。第78話最初の試練。第78話では物語がさらに重層的に進展し、セジョンとセジャの試練がいよいよ本格化していきます。このエピソードでは政治的な陰謀、家族の問題、そしてセジョンの改革の精神が絡み合い、まさに歴史ドラマファンが心を奪われる瞬間が数多く書かれています。前回までセジョンは文字創生という革命的な改革に取り組んでおり、その実現に向けて着々と歩みを進めていました。一方でセジャはその政治的な立場を確保するために多くの困難に直面していました。今回のエピソードではセジャビの不祥事が宮中で明るみに出て、セジャが窮地に追い込まれるという衝撃的な展開が待っています。この事態を受け、セジャはチョマルセンに助けを求めます。マルセンはその知恵を生かして巧妙な策を講じ、セジャを支えようとします。彼の助言を受けたセジャは儒学生らと座り込みの賭けを行い、見事にそれに勝利することでセジャの座を守り抜くのです。この一連の展開にはセジャの成長が強く感じられます。最初は父であるセジョンに頼りきっていたセジャですが、今回の試練を通じて彼自身が政治家としての顔を強く出していきます。賭けという手段は一見軽く見えるかもしれませんが、そこには深い意味が込められており、セジャが自らの立場を取り戻すための決意が見て取れます。これこそが歴史ドラマにおける王子や王の成長物語の醍醐味と言えるでしょう。
また、セジョンの物語も進展します。文字創生という大業を成し遂げるために、セジョンは民の声を直接聞こうとお忍びで町に出かけます。そこで出会った有能な儒学生との開講が、文字創生へとまた一歩近づくきっかけとなります。セジョンがいかに民を大切にし、民の知恵を取り入れて国家を導こうとしているのか、その情熱が伝わってきます。しかし、物語の中で最も心を打つのはユンフェの死去です。セジョンの側近として長年にわたり支え続けてきたユンフェが亡くなり、セジョンは深い悲しみに沈みます。彼の死はセジョンの心情に大きな影響を与え、今後の政治や改革においても重要な転機となることでしょう。長年共に過ごしてきた忠実な部下を失うことの痛みが、セジョンの心にどれほど重くのしかかっているのか、見ている者にも強く伝わってきます。このエピソードは、単なる政治ドラマを超えて、登場人物たちの人間ドラマがしっかりと書かれています。セジャの成長、セジョンの悲しみ、そして改革への熱意が絡み合う中、物語はますます複雑で魅力的になってきました。次回以降、セジャとセジョンがどのようにその道を進んでいくのか、ますます楽しみです。韓国ドラマテワンセジョン第79話のあらすじは以下の通りです。第79話王の涙を測る気。第79話では、セジョンの改革と国家を揺るがす試練が交錯する重厚な展開が繰り広げられます。この回は、物語がいよいよ大きな転換期を迎える予兆を感じさせるエピソードです。歴史ドラマファンとしては、セジョンのような偉大な王がいかにして圧力に耐え、民を思い、時代を切り開いていくのかを目の当たりにできる貴重な瞬間でした。まず注目したいのは、セジョンが進める文字創生と朝鮮歴の研究です。彼は文字を作ることで、民の教育水準を向上させ、国の根幹を支える改革を進めていますが、それに対する反発が強まってきました。民からの圧力が増し、セジョンが取り組んでいた独自の暦を作ることが、民への反逆行為とみなされることとなります。この部分は、歴史的に見ても非常に興味深い要素です。民の皇帝は、朝鮮の学者であるファンチャンが技術を漏洩したとし、捕縛を命じるのです。この動きは、セジョンの改革の困難さと、その意志の強さを象徴しており、セジョンがどれだけの覚悟を持って改革を進めているのかを痛感させます。一方で、セジャは民の苦しみを解決するために新たなアイデアを思いつきます。毎年のように襲う水害に対し、正確な雨量測定ができる方法を模索し、世界初の測雨機を発明します。これは、セジャがいかに民のためを思い、国の未来を担う存在であるかを象徴しています。しかし、セジャの革新的な発明が時代を超えた重要な意義を持つと同時に、セジャの個人的な痛みも色濃く書かれます。彼の妻であるセジャビが男子を出産するものの難産で命を落としてしまうのです。この場面は王としての重責を負いながらも、一人の夫としての感情を持ち合わせるセジャの苦悩が深く感じられ、胸を打たれます。セジョンの改革とセジャの発明、そして家族の悲劇が交錯するこのエピソードでは、個々の人物がいかにして時代を乗り越え、次の世代へとつなげるために必死に生きているのかが書かれています。セジョンが進める改革は、単なる政策に止まらず彼の民を思う心が根底にあることがよくわかります。同時に、セジャのような次世代のリーダーがいかに重い責任を担い、またその中で起こる不幸にも立ち向かう姿は、胸を打たずにはいられません。この回を通して感じられるのは、改革という難題に立ち向かう姿勢や、民のために尽力しながらも個人的な痛みを抱えた登場人物たちの姿です。それぞれが持つ信念と力強さに、ドラマの深みと魅力が増しています。次回以降彼らがどのように困難を乗り越えていくのか、その行く先がますます楽しみです。韓国ドラマテワンセジョン第80話のあらすじは以下の通りです。第80話平和か破壊か。第80話は、
まさに歴史ドラマファンにとって手に汗握る展開が繰り広げられる回でした。世宗が直面する選択は国家の存亡をかけた重要な岐路であり、彼の苦悩が深く書かれています。話の中心となるのは朝鮮の未来を切り開くために進めていた改革とそれに対する民の反応です。世宗が進めていた天文劇官位での政策が民に気づかれてしまうという重大な事態に発展します。民が視察を派遣し王宮は騒然となるのです。ここで注目すべきは完備の起点で危機を乗り越えるために官位を隠し視察の目を逃れた場面です。この場面では完備の冷静かつ果敢な行動に世宗と共に改革を進める人物としての彼女の強さを感じます。完備がどれほど重要な役割を担っているかがこの瞬間で浮き彫りになったのではないでしょうか。しかしこの危機を乗り越えたかに見えた世宗の前に再び立ちはだかるのがファンチャンからの証言です。ファンチャンの証言によって世宗が文字創生を進めていることが民に知られてしまいます。この瞬間世宗がどれほど深刻な局面に立たされているのかが明確に示されます。文字の創生は民のための大きな改革であり世宗の意思は揺るぎません。しかしそれが民の脅威と化し世宗に対して冷徹な選択を迫ってくるのです。民がチャン・ヨンシルの引き渡しを要求し世宗は国家を守るためにどんな選択をするべきかを考えなければならないとき、歴史的な命運を背負う彼の苦悩が色濃く書かれます。世宗が選ばなければならないのはジャン・ヨンシルのような重要な人材を差し出すか、それとも民と武力衝突を選ぶかという究極の選択です。どちらを選んでも朝鮮という国にとっては大きな代償を伴うことは間違いありません。世宗がどのようにこの難題を乗り越えていくのか、そしてその選択がどのように物語に影響を与えていくのか目が離せません。またこのエピソードを通して感じられるのは世宗がいかにして民を守り国家を守ろうとしているのか、その熱意と覚悟です。彼の改革がどれほど大きな困難を伴うものであるかが改めて強調されました。歴史ドラマファンとしてはこのような王の決断がどのように物語に影響を与え最終的に国家をどのように導いていくのか、その行く末が非常に楽しみです。次回以降、世宗がどのような選択をし、どんな結末が待っているのか、その決断がどんな影響を与えるのかが気になるところです。この物語の深みがさらに増していくことは間違いなく、歴史ドラマファンにとっては目が離せない展開が続きます。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。